ロングビュー駅はアメリカ合衆国テキサス州ロングビューパシフィックアベニュー905にある駅全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れているロングビュー駅はテキサスパシフィック鉄道及びインターナショナルグレートノーザン鉄道のかつての接続駅で繁華街の東に位置している1937年市の指導者の代表団は 新しい施設のためにテキサスパシフィック鉄道を参加にしていたミズーリーパシフィック鉄道に請願するためカンザスシティに行った。1874年に建設されたレンガ作りの駅舎は時代遅れであり成長している都市にふさわしくないと考えられたので建て替えられた。当駅はテキサス州で利用客の多いアムトラックの駅の一つである。2000年代初頭市の指導者と 市民委員会は、ユニオンパシフィック鉄道から、駅の購入を検討した。ユニオンパシフィック鉄道との交渉の数年後、ロングビュー市は、最終的に駅を購入し、2009年に約12万9千ドルで、土地を20年間賃借した。ロングビュー市はアムトラック、都市間バス及びロングビュートランジット、シャトルバスやタクシーを提供する。 マルチモーダルトランスポーテーションセンターに駅を改修するために220万ドルの事業の自鎮祭を2013年初めに行った。改修工事の前、アムトラックの待合室と切符売り場は駅舎の西側にあった。ユニオンパシフィック鉄道は駅舎の一部に入居していたが、大半は空き家で修理が必要であった。改装期間中、 作業員が新しい屋根窓を設置し、オープンウェアの待合所が再建された。2013年8月、ハバード・ワトリントン財団は、オープンウェアのパティオの修復年上げをサポートするために2万5000ドル、供与した。駅舎には、旅客待合室、手荷物室、公民館や、ユニオンパシフィック鉄道とロングビュー警察署の執務室が含まれている。ロングビュー市は、 メインフロアにネットカフェを入居させたいと考えている。駅の改修工事は自治体からの補助金54万2000ドルを合わせた連邦道路管理局から交通強化の助成金217万ドルの資金を供給された。市当局は改修された駅が周辺の新たな関心を刺激し、それによってサウスロングビューの経済発展を促進すると考えている。 アムトラックの停車する列車は、下記の通り。南行列車のシカゴ出発便は、サンアントニオで、サンセットリミテッド号と並結され、ロサンゼルス行きとなる。シカゴとサンアントニオ間は毎日運転。北港列車のロサンゼルス出発便はサンアントニオまで、サンセットリミテッド号と並結され、同駅で切り離し、サンアントニオとシカゴ間は毎日運転。 当駅から乗車できるバスは以下の通り、ありがとうございます。